Space Monkeys TV。 ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ。私がサルです。さあね、前回ね、スピナベなくしました。なのでまた購入してきましたよ。今回はまた、ハイピッチャーマックスの今度8分の3オンス、こちらを買いました。カラーはですね、スティールシャット。やっぱりね、このブレード黒い感じでね、ちょっと抑えめにします。これはね、シャローで狙うためのね、スピナーベイト。それに持ってこいですね。持ってきました。まあ大きいサイズなんでね、8-3 ぐらいがシャローを狙い目だと思う。まあアピール強めにして、まあ本当はね、カード近くなんでクリアウォーターだから、小さい方がいいと思うんだけど、そこをあえて、このハイピッチャーマックスの大きいブレードで攻めたいと思う。ただし、カラーは抑えた。まずこれ。これ買いました。そしてもう一つ。今度は従来のハイピッチャー。これはですね、ゴーストワカサギカラー。で、もう一つが、ガンクラフトの、これですよ。キラーズバズバースト。これで朝一のね、トップ狙っていきたいと思います。この三つ駆使して今回行きましょう。朝早く起きれるように今日は早く寝る。ってことでね、早速実況、行ってみましょう。来ちゃったー。ここ、カブチョです。朝今、起きれて、6時回ってるところ。早速行きましょうか。はい、今日朝一はバズベート。キラーズバズのバズ、これで行こう。そしてジョイクロ。それだね。今日は巻きます。さあ、死の者言わずに行ってみようか。釣れるかな。ちょっとサイトででかいのいたんで狙います。ジョイクロかジグだね。ジグでいきます。ちょっとフィネスっぽくないけどね。
修行が足りませんでした。はい、2日目。1日目はね、これまたダメだったんですよ。今回2日目もね、3アイテムを持ってきました。いつものビッグベイトに、今回はね、ベイトフィネスまで持ってきちゃった。これ本気だね、俺。小さいのでもいいから釣りたい。今日はですね、一発目のポイントは、新規のインレット。こちらを狙っていこうと思います。水路的なね。よし、行きましょう。一匹でも小さいのでもいいから釣る。バスが入ってくるんだけど、しっかり抜けるね。スクールで2、3匹入ってくるんですよ、ここ。その代わり、やっぱり、そのタイミングは一瞬。それに合わせないと無理だね。てな感じでね、ここジョイクルでちょっとやりましたけど、次行きましょうか。場所的にこんな感じのところ、まあ最近の雨で増水していい感じのインレットになったところ。その雨が降る前はね、本当にちょろちょろな水路だったんですけど、何匹かバスが入ってきたんですけどね。ちょっとさっきのポイントから下に降りたところ、今上から見たら何匹かバスが入ってたから、ちょっとトップでフロッグ、スタッガーフロッグだね、レイトジャパン。これで調べてみて、小さめのスピナベで巻いてみて様子見ましょうか。フロッグチェンジします。今度はね、デプスだね。ポッパーで、ポッパー型フロッグ。スリザーグだ、バスターク、どっちだったっけ、忘れちゃった。上から見て魚いる？見るわけがない。見えないか。どういうあれで跳ねればいいんですか。分かんない。全く分かりません。魚影的だ。最悪。はい、今投げようとしましたら、そこの草にフロッグぶつけてバックラッシュ。30分延長。これやばいぞ。バックラッシュを直すコツは、こうバーって出ちゃったやつを一回指でしっかり押さえて、軽く1回ぐらい巻き取ってからギュッて引っ張ると意外と取れる。やっちまったパティーンだね。はい、ここね、結構風とか増水があると、ここに浮き込みが入ってカバーを形成する。で、ある程度食休みのバスが入ったりするからね、時々そこに入れてあげると食ってくれたりする。今回このジグ使います。ハネラバのトレーラーなし。トレーラーのね、ビッグダディがちょっと吹っ飛んじゃったんで、今回仕方ない。でもこのマントがあればどうにかね、トレーラー代わりになるんじゃないかと。 できる限り回数の高いやつがいいんだけど、今回このジグしか持ってきてないんで、ここの中突っ込んでいきたいと思います。まずは入り口からサーチ。じゃあカバンの中入れていきましょう。これ多分あんまり3、8分の3オンスなんで重くない。だから竿先にこんな感じで、竿先にくっつけて、このあのカバンの中に入れて、でブレーキを外して中に入れていく感じ。はい、じゃあスピナベのベイトフィネスでね、サチ、こっちをやってみます。最近のチョーカー、それ聞いてる、全然釣れてないね、最近ね。最近やばいね。全然釣れてないよね、最近ね。まあ、確かにね。最近、あのスピナーベイトで一発伸ばしたやつ、でかいの釣ってから全然釣ってないですね。やばいね。そろそろね、やっぱそろそろ仕込んでいかなきゃ、時期的にね。そうだね。放流が今度9月の中8だか9にあるんだけど、もうなんかそれじゃなきゃ釣れない気がするね。そんなことないと思いますけどね。おー、ほんとに、すごいいっぱいいろんなツイッターからね、情報とかもいただいたり、
ご協力者の人たちもいるんですけど、最近小さいの釣り上がってないね。まあまず小さいのは釣れる釣りしてないもんね、俺ね。そうなんですか。そうですね。だってこんなの使ってんだよ。これちっちゃいの。俺しか使ってないよ。ジョイクロとか。よし、ちょっとベイトフィネスコンセプトいきますか。次はもう本当に保留の日か釣れない気がするな。やばいな。はい、今回のチョコ2日行きましたけどね、ワンバイトあったかどうか、非常に悔しいね。釣れないんだよね。まあ、きっと、まあ、自分の場合本当にこだわりがあって、スピナーベイトで巻いて釣る、もう秋のやり方でやるっていう気持ちがあったから、今回ワイヤーベイトを多用したんですけど、まあでも釣ってくる人がいるんだよね、その中でもね、どんな釣り方でも。てな感じでね、まあいろんな場所、いろんな箇所回りました。ただしね、やっぱりね、このやっぱり土日非常にプレッシャーが高い。ブラックバス進行はすごい増えてるっていう、そういう感じがありますね。もう朝一6時5時ぐらいにハワイボートさん沖に入ったら、もう20艇ぐらいボートが準備されていて、でも岸釣りもね、日の入り直後にね、岸釣りやってた人もうね、本当にたくさんいました。すげえ嬉しいことなんですよ。ただね、そのやっぱりバースフィッシングをしてルアーを通すっていうことはね、やっぱ人為的なプレッシャーにもつながるっていうことになります。まあ僕なりに言わせてもらえば、河口湖にノンプレッシャーの場所は存在しません。本当に非常に難しい釣るのが。ってな中で本当はね、フィネス、要するに繊細な釣りっていうのが効くよっていうこともあるんですけど、まあそれに私は逃げたくないポリシーがあって、パワーフィッシングを通したい、そういう気持ちがある。で、巻いて釣りたい。ルアーフィッシングの醍醐味であるね、やっぱり巻いて釣るっていうことに対してちょっとね、私はこだわりを持ってやっています。で、今回そのスピナーベイトの投げ分けっていうこともね、ちょっと僕なりに解説したいと思いますが、まず2日目、ベイトフィネスのね、やっぱりそれでもね、繊細的な釣りをやりたくて、ベイトフィネスのこのジンクス、今カツのブランドから出ています、今カツというルアーのブランドから出ていますジンクス、これやっぱりね、小さいブレードで、まあ擦り切ったね、ブラックバスにはまあそれなりに大きいインパクトを与えるものか、もしくはこういった小さい繊細なものをピュッと通してあげると食う傾向にある。ということで私はまずね、ベイトフィネスを使って小さい、スピナーベイトを使いました。で、それにはこのトレーラーフック、フックにこのトレーラーフック、ガイド的なフックを1個つけてあげるっていう工夫をした。まあ、これ後で説明します。で、朝一はバズベイトを通した。これですね、これガンクラフトのキラーズバズバーストってやつになります。これを朝一は表層を通していきました。そして遠投するときにはこのハイピッチャー、普通のハイピッチャーですね、 OSP ですね、並木氏のブランド OSP のワカサギから、今年はワカサギが多く育つんじゃないかっていうね、予報が出てます。ただワカサギもちょっと確認したんですけど、まだ小さい、ほんと小指の第二関節ぐらいで、こんなちっちゃいワカサギしかいませんでした。それがね、もう冬を越すときにはね、もうこのぐらい大きなね、10センチを越すようなワカサギに成長すると、そうしたらこういうのがね、強くなるんじゃないかなと。そして、シャロー、浅瀬を狙うときには、ハイピッチャーマックスの、これはですね、スティールシャットカラー、まあ、ブレードがちょっとガンメタになってて黒くなってるタイプの、やつを使いました。その中で、ですね、このトレーラーフック、この解説もしていきましょう。トレーラーフックって何だろう？いらないんじゃないの？なんていうことが、何のために使うの？ってことがあるんですけど、やっぱりこうね、激渋になってくる、要するに、バスが食い気がなくなってきたりする時があると。特にこういうハイプレッシャーでタフコンディションの時っていうのは、まあ本当に、尾びれのこのね、ここをついばむだけのバイトっていうのもあり得ると。それをこのトレーラーフックという小さいフックをつけることによって、そういった小さいバイトも、こう、しっかりとキャッチしていくための補助的な、これが、トレーラーフックというフックになりますと。で、これなくても別にね、がっつり食べてもらえばいいんですけど、やっぱりね、今回はね、もうかなりプレッシャーが高くて、バスも渋いなっていうところがあったんで、トレーラーフックを多用してきました。オープンウォーターにやっぱ投げることが多いので、河口湖では。カバーがない。故に水の中に何があるかわからないんですよ。その時に、やっぱり根掛かりしにくいスピナーベイト、いくら根掛かりしにくいスピナーベイトと言いましても、地面には、やっぱ河口湖は溶岩帯、ゴツゴツした岩があったり、何が落ちるかわかんない。そういったところにコンタクトさせた時に、スピナーベイトってバランスを崩し横向きになる傾向になるんですよね、こういう形で。
で、この上を巻いていくときにずるずる引きずる形になるんですよ。で、その時にこういう感じでトレーラーフックが横に寝そべった状態でいると、これが逆に立ち上がるときにあだになってかかっちゃうんですよね、石とかに。こういう形にかかってしまう。こう寝そべった状態でベロッとこう舐めるように通過するんですよ。その時にこのトレーラーフックが寝転んだ状態になるんでね、かかっちゃうんですよ、こういう風に。で、これがもうね、フックがね、ちゃんとスタックしてしまうと、これはもうルアーを失うことになってしまうので、こう、そういう時はね、無理にこのトレーラーフックをつけないっていう選択肢もある。はい、とまあね、解説してきましたが、おすすめのトレーナーフックはこれです。ピナから出てます、 T 並木監修の、並木俊成様の、様です本当に、さんの監修したスピナーベイト用トレーラーフックセットっていうのがあるんですよ。うん、こういったフックにね、ゴム止めがちゃんとついています。まあ選択するのは10、これを私は使っています。うん、これおすすめですよ。そうだね、次には9月の18、19あたりに多分放流があると思いますので、エンジョイフィッシングで釣れた動画をアップしていきたいと思います。大変ね、申し訳ないです、期待に応えられなくて。うん、こんな日もあるさ、なんていうことでまとめてはいけないような気がする。小さいのでもいいから釣りたいけどね、パワーフィッシングっていう意地を通したいところもありますと。では最後までご視聴ありがとうございました。長々しい話にお付き合いいただき本当にありがとうございます。それでは次の動画で会いましょう。エンジョイ YouTuber のバスフィッシング、土日行ったけど超ハイプレッシャーで一匹も釣れませんでした。ごめんなさい。バイ。